は子どもの笑顔を広げようキャンペーンです。 KHB では番組やイベントなどを通して子どもたちを応援、笑顔を広げる取り組みを行っています。今回は先週開催された外遊びを楽しむイベントをご紹介します。公園にある落ち葉や どんぐりなど、秋の公園で思い思いに遊ぶ子どもたち、さらに謎のマスクマンまで。17日に太白区の富沢公園で行われた太白ワクワク外遊び大作戦、18組の親子が参加しました。このイベントは安心して子育てができる環境づくりを目指し、太白区が主催し、KHB が運営しています。お子さん、そして親御さん一緒にですね、この身近な公園の中で本当にちょっとした工夫で太白区の公園や自然で楽しんで遊んでいただきたいと思います。このイベントはただ子どもたちに遊び場を提供するだけではないんです。外遊びのサポート役、担い手を育てるのもこの取り組みの大きな目的です。保育系の仕事を目指してて、その大学の先生からこういう遊びがあるよっていうふうなお話をいただいて、今回参加させていただきました。僕は利府町で地域おこし協力隊っていうのをやってて、子ども向けっていうのもやりたいなと思ってですね。年に数回講師が指導するワークショップで外遊びのノウハウを学び、実際に子どもたちと遊びながら具体的なサポートの方法を身につけていきます。子どもがやりたいっていうことを見守ったりとか、待つっていう姿勢の方が大事かなと思いますね。遊び方を教えるというよりはきっかけを作ってるというイメージで動いてます。おー、すげえすげえすげえ。外遊びを盛り上げる道具なども提供しますが、どう使うかは子ども次第。様子を見ながら子どもたちを見守る時のポイントを学びます。例えばブランコで遊ぶ子どもと葉っぱで遊ぶ子どもの距離が近くなった時は、ぶつかるのを避けるためさりげなく葉っぱを寄せ、子どもたちが安全に遊べる空間を作ります。自然にあるものとかを生かしながら子どもたちがやりたいっていう気持ちとバランス持って関わってくれるといいなっていうようなお話はしてますね。身近な公園での外遊びですが、子どもたちはいつもと違う満足感を得られたようです。楽しかった。ありがとう。大人の人と本気で立ったね、鬼ごっこができてる。今日特別に楽しめてよかったねっていうことじゃなくて、これが当たり前のように毎日になってほしいなって。次回は1月に開催予定。詳細は今後ホームページに掲載していきます。